いよ。日本の国土を語る上でバランシングオブ、うん、あれ、あ、オプションバランシング政策で、アメリカは手を下さないで武器だけ売りつけるんですよ。これが日本の国防ですか？石破さんに任せなさいよ。石破さん、ちゃんと日本で高性能の潜水艦作りましたよ。日本の技術だったらできるんですよ。それほど大きいの、あのパトリオットとかわけのわからないあの実際兵器を買うために私たちは税金を払ってるわけじゃないんですよ。国防を考えるなら、まず武器は自分たちで用意しないと予算もかかりますし、今の技術では日本はアップルだって勝てるし、今ね、いろいろギャラクシーとか出てるし、そういう民間の力と、あと国防に関しては、あの、ね、政府の力で、ね、どんどん盛り上げていくことができるんですよ、日本は。それで、ね、あの、米韓情報、山上容疑者の人みたいな人はいっぱいいます。問題的にいます。第2第3の被害を起こさせないためにも国葬だけはやめてほしいと思ってますね。世界の要件集まりますから、テロの標的になりますよ。その時どうやって責任取るんですか？神戸の広告塔ですか？あのビデオレターにいましたよ。で、岸田が素晴らしい大統領じゃないや、あの政治家を失ったとか、ね、それで安倍さんの一時憲法改正なんて言ってるけど、まあ、憲法改正はするべきだけど、アメリカの国が勝つダメなんですよ。日本資源ないから絶対負けるんですよ、戦争なんかしたら。だから今ね、お金全世界に ばらまいてるじゃないですか。国民がもう合致するような状態で、ね、日本は世界一の資産を持つ国なんですよ。この甘い汁を吸って一部の人たち、自民党さんもそうですよ。官僚もそう、大企業、あのパズラの、代表、竹中英雄もやめましたね。オリックスもやめましたね。もう怖いんですよ、お金よりも命が。ね、いつね、ほんとね、自民党の人狙わないようにしてくださいね。ね、日本でテロなんか起こんないって思ってるのかもしれないけど、あの、ほんとに、追い詰められてる人がこれ以上増えたらデモなんてもんじゃないですよ。テロの標的にされますよ、本当に。食う役割の人たちにね。で、なんかね、いい子なんかいい子とかをね、あのやって、あなたたちはこれで死のうなさいって言ったってできない人はどうするんですか？その積み立て金の40万円をね、あの積み立て人数ができない人はどうするんですか？食うや食わずで。それで倒れて働いて、倒れて働いて、で最後には高額医療費も使わせないつもりですか？これは本当に良い仕組みで、高額医療費っていうのは日本の健康保険が本当に快適なんですよ、税金の取り方も。それは環境が決めたことを言う。あの、環境は非常に優秀です。え、だから貯金がなくても、まあやっていけるっていう、まあ国もありますね、社会保障。だって、ね、日本を、ね、国境へとか行くんじゃなくて、一国家、
より住みやすい国に所得が高く経済がぐるぐる回って、そしたら大企業儲かるじゃないですか。ことを言れば給与なんて少しずつですよ、どんどん儲かるから。でどんどん投資してどんどん物作ってどんどんね買ってね、で街もね消費者も盛り上がりますよ。全国で9500人以上、でも1500人じゃ波の手ができないですから、まあ、4000円ですね。4000円くらい再現してるんで、今物価がどれだけこれから9月から上がっていくのかも本当にわからない状態で、インフレ対策はゼロね、もうね、みんなね、自民党ね、飽き飽きしてますから、3年間ね、乗り切れるかどうか、解散しないっていう保証はないですね。解散総選挙、必ず民衆の声で解散総選挙になると思いますね。だって賃金は上がらない、ね、物価は上がる、税金は上がる、どんどん国民の首を絞めて、一部の富裕層だけに、ね、教育だってそうですよ。いい大学に行って資格を取ってね、そういうことを教えられますよね。でも誰も資本主義社会、資本家が一番儲かるんだっていうことをね、教育されないで、お前たちはね、納税しろね、労働者として働けっていうことしか教えないんですよ。あっちはもうこれからどんどん買って買えますよ。資本主義社会ですからね。お金を持っているものがね、何もしなくても潤ってるんですよ。株式会社は6倍ですよ。6倍で20年に入ってからね、22年まで一銭も給料なんて上がってない、というか下がってる。800万から300万まで大体平均賃金に下がってる。それで子作りできますか？子供が増えてられますか？自分の両方だけで精一杯ですよね。もう私はこんなに自民党の靴を変えてしないでファイヤーするんで、ね、もうわざわざ作っていただいたね、イデコやね、ニーザや分散型投資を使って生きていきますんで、あなたたちのね、ために税金を払うんではなくて、自分のためにお金を使います。あと消費税下げてください。これは本当に逆進性の強い、ね、税制であって、ね、今後 19% まで上げるなんて話もありますけれども、竹中平蔵の命令でしょ。竹中平蔵ももういない。オリックス辞めた、バスナー辞めた、うん、でも本当に竹中平蔵が出てきた時はまさに小泉内閣税制の時ですね。その時にいろいろ手を回して仕入れ定額控除を使って税的に有利に、そして企業に優しくするようなあれをして、本当に当時は、まあ、時給高かったですよ。派遣オイルなんて今全額入れてね、アルバイトと一緒じゃないですか、学生の。そんなんで生活するって言うんですか？あげていいですね。もう私はファイヤーするんで、関係ないんで。でも、やっぱり、この国に生きるために、縄文からずっと国際を守ってきたんですよ、日本っていうのは。で中国4000人の歴史なんて言うけど、あれは嘘です。津軽とか高句麗とかね、陣とかね、いろいろ国がどんどん入れ替わってきてて、東
本は縄文の時代から日本なんですよ。日本食っていうのもあります。もうずっとたくさん残ってきた、いわば優秀な縄文人が負けるような技術は作りません。これから iPhone からどんどんみんなが考えてきて、ギャラクシーとかで Google 搭載ギャラクシーとかどっちも取り替えてくって、アメリカとの関係ともやめましょう。あの人たち自分で手を下すよね。いないから、オプションから全部手を下すで、ね、自分たちを見て武器を買うだけ、売るだけ、ね、で今ね、中国でもまああれですね、中国でも台湾の軍事演習みたいなのを4日間にわたって行ってやってるますね。まさに安倍晋三が言っていた台湾有事は日本有事っていう、まあアメリカが中国を恐れているから日本とぶつけたいんですよ。こう少子高齢化の中で、ね、そういう若者を霊体に取られて、もう日本エアコンですよ。死んで子供いなくなって、じゃあ自分たち働くしかないじゃないですか。で、もうね、私の勤め先でも、もうこちら曲がっちゃって大丈夫なのっていう人もいますよ。それ、どこまで働かせる気ですか？接骨院に来て、ね、そういうね、悲劇を生み出さないためにも、今回の山上容疑者のように、悲劇を繰り返さないためにも、自民党とは本当教育協会のご不思議な関係をもうやめにして仮立てして、しっかり取り締まって、それでこその国会ですよね。安倍さんは今日の、ね、ただし受けずに死んだ、これはこれを国葬にするっていうね、盛り立てさせが当たり前で、自分で作った法律、特定組長法をもう破ってますよ、ね。自分で作った法律破ってるんですよ。で、公職選法をもう違反してる。もう、憲法改正とか言ってるけど、憲法を守ってないじゃないですか、全然。で、政教分離っていうの、それちゃんと、法律として罰則を設けて、ね、宗教分離をしなきゃいけないんです。これでカルトの、ね、人生の暴行だった。ね、あれも、ね、自民党に引き継いでるけど、山口がどうですか？代表、今。ね、もう、創価学会に戻りなさい、普通の一般人に。だから、オウム事件みたいなことが起こるんですよ。そういう社会の歪みから、社会が歪んでなきゃカルトなんてできないんですよ。だってみんな幸せですからね、幸福度高いですから。北欧の幸福度が高い、国とか、全然貯金してないですよ、もう。社会保障ががっつりしてて、山本太郎が言ってるように、何があっても心配するなんていう状況なんですよ。だから稼いでお金を楽しみに使って、ね、日本なんかね、もう今 YouTube で貯金とか投資とか、もうそういうのがぐんぐん登録者数伸ばしてますからね。もうみんなファンじゃないと考えてますよ。ね。まあ、20年、30年経って、ね、まあ、利回り 5% ぐらいで、まあ、何千万か、まあ、なるから、まあ、それがいいとしても、まあ、そういうね、官僚の考えた政策は、まあ、いいですよね。官僚がまともなことやろうとしても、ね、
医療部門に乗せたりとか、文書を。それで、アホリが死んじゃったじゃないですか。死んじゃったじゃないですか。素晴らしい環境だったのに。優秀な。ね。で、優秀な山上容疑者みたいなのを、カルトから守っていたら、一回言いますよ、それと。日本、iPhone をしのぐ、世界に輸出できるスマートフォンを開発して、TikTok を上回る、ね、アプリを開発して、ね、どんどんね、日本の IT は遅れてる。なんですか、あの PDF は。ね、IT 化なんて、IT 庁なんて、まあ、デジタル庁なんて言ってるけど、ね、ただ利権を横流しするだけじゃないですか。どこがデジタルなんですか。ね、それでマイナポイントとか言って2万円チャージするとか、ね、何なんですかマイナポイントって。何使えるんですか。どこで使えるんですか。みんな2万円もらえるとか言ってますけど、まあそれでもみんな短期貯金しますよ。短期貯金までアプリ出させようとするような、そういうね、まあ政策、まあ電気代ね、上がって、水道代もまた上がったじゃないですか。ガリガリ君が10円上がって、でもそんなことでみんな大騒ぎですよ。みんな車をシェアして車なんか持たない、もう持たない社会になっていったら日本の経済は沈みます。だって車売れないんだもん、家売れないんだもん、借りちゃえばいいんだもん、引っ越せるし。だから不動産業界もね、ゼネコンも新しい建物建たないからね。で、建物を建てるよりもまずインフラですよね。建物は崩落しちゃだのね、もう田中保平の時にやっていた高度経済成長期にやっていたインフラがもう寿命を迎えてるんですよ。だから全部ね、そういうインフラで今ね、直さなきゃいけないのに、何ケチってんですか。ね。まあ、ゼネコンが悪いって悪いんですけど、でも、その下請けの会社なんて潤う。ね。で、まあ、2万8000とかずっともらえるような大工さん、大工さんっていうか、そういう技術者もいっぱいいますし、それで、橋や高速道路や、高速道路なんてパッと4桁って言ったのね。高速道路で1桁なんていうね、国ないですから、もう遅れてるんで、韓国出かけてるんですよ。で、日本は先進国だと思い込んでる。全然先進国じゃない。民度も低い。テレビで討論会も立てない。ね、なんで選挙の時に選挙の討論会しないんですか。ね、いたから使えるからじゃないですか。だからもうね、日本の経済立ち直そうとしたら金配りがないんですよ。だから車を買ったらトヨタが儲かりますよね。だからそれは全体にとっていいことなんですよ。服買ったらアパレルメーカー喜ぶし、家買ったらね、不動産屋が喜ぶし、広い家に住んだら、ね、大家さん喜ぶし、ね、教授にやってもいい、ね、そういう余剰資金が、90年代はありました。私もそういうバブルの残りがみたいなのを経験したことがあるので、今の状況は本当に狂ってるとしか言いようがないですね。ね、まず経済政策、国葬なんてやってる場合じゃない。なんで国葬っていうだけで狂ってるんですか。
昭恵夫人だって相談してないじゃないですか。聞いてないよって僕相談して、親族だけどね、あの引き上げられてますからね。国葬を税金使うんだったらね、学費タダにするとか、大学行ってね、奨学金また出そうと大変払えませんでしたけど、払えましたけれども、あのここについてはね、あのまあそういうね、今全然就職できないような人間に対して500万の借金を背負わせて、さあどうしたどうしようかなんて言ってる場合じゃないんですよ。ちゃんと高度な教育を受けて、でね、スキルを身につけて、日本の本当の経済の強さ、勤勉さ、頭の良さ、ね、世界をリードするくらいの国に、なんで自由で民主な、どうなんですか、どこは。自由じゃない、民主的じゃない、そうですよね。特に当面改めたらどうですか。不自由、不民主党、不自由党とかね、いくらでもアイデアあるんで、まあ、命名の時には私を使ってください。いい透明感がありますんで。共産党だけなんですよ、透明感入ってないの。ね。女性参政権から始まって、ね。日本の国債を取るっていうことに抵抗あるのは、武器を買うために国債を切ったからダメだっていうふうに、適応財政に対してはあまり乗り気はないんですけども、それで今積極財政しないと国債が持ちません。日本という国が終わりの人でオプションバランシング政策で戦争させられてね、本当に軍事のことを考えるんだったら、アメリカからじゃなくて、武器じゃなくて自前のね、性能がいい武器を作んなきゃいけないんですよ。そういう東芝かなんかに投げて、ね、今ね、東芝、あの、プラントを設けてみたんですけど、あの、もう、核はやめましょう、プラントは。ね、もう、そういう世界的に流れになってるって。今、いつね、ドイツが核のミサイルを落ちたなんて言われてますけれども、本当にそういうところに巻き込まれないためにも、本当に、外交ができる人間いないじゃないですか、自民党。いますか ?27 回路地を訪問して、北方領土のほとんども、ね、返してもらわないで、お金だけ吸い上げられてるんですよ。外交、平和外交、ね。日本は金の力だけで、ね、あの、まあ、国際を保ってるんですけども、でも、ね、アメリカがオプションバランシング政策を始めたことによって、誰が増えたりするんだ、誰が増えたのかと思う。もう日本では全然国会政策なんで、こんな物件の話なんでしょう、じゃあアメリカの国家もやめましょうよ。一番作ってる会社の政治が、ね、それが本当の軍事力ですよ。ね。八発撃たれたら一発しか当たんない、当たんないパトリオットがあって、今ドローンですよ。10万のドローンを100個ね、あの、飛ばしたら、1個ぐらいは、あの、迎撃できるけど、それ全部当たりますよ。ドローンの開発もしてないのは日本だけなんですよ。ドローンの市場もあるし、そういった携帯マーケットの話もあるし、ね、携帯電話、サンダーキャリアは、今まで、さすが菅さんがね、やってくれたんですけど、ね、今 LINE もとかね、660円でね、あの、使い放題できるから、私も LINE もしようと思ってるんですけれども、まあ、サンダーキャリアって全然意味ないですからね。これからもうみんな仮想通貨に乗り換えて行って、
生さん、NTT 電線工事はもういらないですね。掃除がいらないですね。実力のある企業だけが残っていくね。さまざまなサービスを使って PayPay とかね、うん、楽天銀行とかこうやって自分の力を形成して、で自分の生活を守ることに精一杯だから内需なんか回んないんですよ。内需回したかったら日本を止めなかったら、ね、日本人のことか上げなきゃいけないんですよ。31円上げましたなんて、はぁって感じですよ。1000円上げてみました。で、時給2200円ぐらい、2400円ぐらい。まあ、これぐらいだったら、払えないわけではないから、企業としては。だって、あれでしょ、移民政策、外国の人たちで、うん。あれで、高校ね、寮とか、学生とか、ね、研究とかしたりとか、お金を使ってるんですよ。ね、だからそれを日本人に割り当てて、30万、40万の給料を、なんで払えないのかわからない。あ、教育社会ですからね。それを教えないで、で、労働基準監督署のことも教えない。全然ことも教えない。ね。必要なことを教えないんですよ。国民主権であるとか。だから、偉い人の考えることは、間違えることもあるとかいうふうに、国民が思っていて、偉い人って何ですか？あなたたちは、高額なんですよ。ね。ちゃんと働いてもらえないと困りますよ。税金払ってる以上。ね。ちゃんと働いて、汗流して、ね、ブラックボケみたいな人を出して、テロに遭わないように守るってやつよ。対価査定のロッキード事件だって、あれ、アメリカのでっち上げだし、ね、ロッキードさ、もう5億円。土地転がし、あの人うまいんで、5億円くらいがね、魂いらないから、なんか現金だとか言って集まれたみたいだからね、どっか、生産面からかってね。あ、現金かみたいな。それが、ワイルドだったっていうふうに、ね。まあ、どっちでも続けますけどね、まあ、一回戦みたいな感じで、ワイルドを、出したみたいなこと言ってますけれども、全部アメリカのぶち上げなんで、そんな国民的機会、だって日本に地や米軍の地がある以上、国民地ですよ。そのまま全部なくして、ね、どうぞ回ってぶちないんだから、オプションバランス政策とか言って、ただ変わって日本じゃ来たことにして、で、お酒で巻き上げて、みんな統一教会に来てますよ。ね、苦しくて。だから、もっと統一教会に、ね、ビデオレーターを送ったり、講演をさせたり、ね、自民党のお偉いさんが、ね、統一教会を応援してる、応援してると言っても構わないですよ、もっと。出場を上げたりとか、伝統を打ったりするだけじゃなくて、講演会もやってますからね。安倍首相のビデオレーターの最悪ですね。もうズブズブじゃないですか。あれを見て山上容疑者はこいつだと思ったんですよ。ね。でもある意味ラッキーでしたね。公職選挙法っていうね、法の網を、ね、警察が動くチャンス狙ってましたからね。うん。サントリーに何タダで酒を提供させるんだと、しょぼいことやってるんですよ。ね、これ何十万かわかんないけど、ホテル大倉がどれだけね、8割以上の値引きをしたとか、考えたらすぐの場合ってね、いいですよ、もう。
私たち大日本アスク島ですけど、本当ね、50円の映像のパーティーやったらね、バンド人気上がりますからね。あ、私たちバンドです。で、バンドで音楽教練しながら、ライブもやってます。ユニットは大体今思ってることを言ってます。もちろん統一教会のことも言ってます。ファンの方も同意してると思います。保健所を減らした。いや、保健所ね、なんかシステムに入力しようと思ってもサーバーが重くなっちゃってて入力できないからファックスもやまらしいじゃないですか。そんな非効率なことをやってて、え、じゃあ電子カルテをそのまま反映させるように何がデジタル庁ですか。一体デジタル庁って何ですか。何もデジタル化させてない。そして非常な PDF、 これデジタル庁のやることですか。 USB、 あのキャッシャーってちょっと笑っちゃいますよね。みんなバカにしてますよ。パソコンも触ったこともない、マウスも握ったこともないような人間がね、デジタル庁長官、これはまずいんじゃないですか。本当これぐらい自民党の海を出し切りましょうよ。で、一回野党に戻ってたけど、それでね、不自由、不自民党としてどんどん落ちてきてないですよ、あんたちは。で、柔道柔軟もね、安倍さんがね、下向き4区、3区、一緒にされたら自分が落ちちゃうから、慌てて止めようとしたんですけど、まあ、柔道柔軟で、これからね、いい野党は伸びますよ。まあ、意見は別として、うん。まあ、そんなところでしたね。本当、統一教会とのつながり、創価学会とのつながり、あらゆる関係企業団体とのつながり、政治にお金がかかりすぎてるんですよ。誰が儲けてるんですか、一体。国ですか。到達金300万がなかったら出てますよ。